はい、えー、今日はですね、つえげ、ー、ん金沢さんが、えー、ライセンス剥奪される可能性についての完全解説をしたいと思います。えー、長いお付き合いになるかもしれませんが、えー、最後までお付き合いしていただければ幸いですということで、えー、今日の話はね、えー、頭の悪い人だとなかなかついてこれないと思うので。 え早々に離脱してください。ね、おすすめします。もうこの瞬間にもブラウザバックすることをおすすめいたします。はい、よろしくお願いいたします。えっ、ー、とね、穏やかじゃないテーマだなっていうふうに思ってる人もいるかもしれないですけど、これ剥奪される可能性ございます。じゃあ何について、えー、そのライセンスが剥奪されるかっていうとですね、まあズバリ言うと、えー、マスコットキャラクターの、えー、ケンゾイヤーです。はい。それからヤサガラス。 はい、はい、もうピンときた人もいると思います大人の中であの杖源金沢のサポーターの中でよねあの結構有名だと思うんですけどあれ何年前2017年ぐらいからやってるのちょっとちょっとどの辺からやってるかは僕も定かじゃないんですけど、えー、実はですねこのあケンゾイヤーと,、えー、とヤサガラスに関して言うと。 えー、石の森プロ、それからつぶれ屋プロの、えー、著作権侵害に当たるかもしれない、まあ、簡単に言うと「仮面ライダー」シリーズに、えー、抵触している可能性が高い,と思いますそれから、えー、東映それからテレビ朝日さんが、えー、やっていた「メタルヒーロー」シリーズっていうのがあるんですよね、えー、有名どころで言うと「ギャバン、えーと」宇宙刑事ギャバンっていうものだったり えー、シャリバン、シャイダみたいなのがあったんですよね、昔。それに思いっきり抵触してる可能性があるってことですね。はい。おいと。おい、それなんだよと。そんなのただのちくりじゃないかだから、それに対しての、えー、僕なりの、えー、いわゆるアドバイスをしたいと思います。はい。 いいいやいやいやそんなのいや,いや他のとこだってやってるよって多分言う人いると思うんですけどやってませんっていうのはあのツェ金沢さんは株式会社なんですよ法人なんですよ。ええ法人でこういうことをやると、ええ、どういうペナルティーがあるかっていうと分かりやすい例で言うとあのダイソーさんで最近クロックスサンダル見かけなくなったなって思、ええっていた人 いいるかもしれないんですけど実はあれクロックさんからダイソーさんもっとセリアさんは自主撤去したのかなあの訴えられて賠償金払ってますで和解金も払ってます実は泳がすだけ泳がしてたっぷりあのクロックさんは今までの損害分を回収しておりますつまり何が言いたいかっていうと 金沢さんは泳ががされてる可能性が高いってことですせっかくねあのー、まあ今年今年ですよねはあ悲しいけど J3 に降格してしまったでもあ来期からは新しいスタジアムの GO!GO! カレースタジアムで、あのー、営業ができるわけですよね。にもかかわらずこの問題このまんま。 えー、何も手をつけずにいるととんでもないことになりますよ冗談抜きに。でね僕がね気になったのはえっ、ー、とこのあそうか何でゲンゾイヤーとヤサガラスができたかってことがちょっと分かってない人もいるかもしれないのでちょっと軽くおさらいし,しとくとえっ、ー、とねえ制限源金沢にはマスコットキャラクターこのゲンゾイヤーが出てくるまではその 犬像っていう、まあ、犬足をモチーフにしたあキャラクターがこの犬像ででナンシーっていう、まあ、女の子がいるわけですまあ恋人同士なのはちょっとよく分からんけどまあミッキーとミニーみたいなもんですわ分かりやすく言えば作ったんだけどまあ子供たちにいまいちな反応されてたんでしょうおそらくそれで、えー、困った杖源の首脳陣はああんか あの仮面ライダーっぽいやつでえ売りにしたらあの売れるねキャラクターグッズ売り上げ上がるんじゃねえかって思ってやったわけですよね。でそれでヤサガラスを作ってえなんかナンシーにちょっかい出すみたいな感じでえこのゲンゾウがゲンゾウイヤーに変身するみたいな感じの設定を作ったのかななんですよ。でまあ ここままででだだったらまだいいんですよグッズ出してますよねグッズ出してるしあの一番のあところで言うとゴーゴーカレーさんのパッケージのところにえっと、ね、あれ一歩間違うと、うん、例えばの話ゴーゴーカレーさんも巻き込まれるわけですよ。例えばあれ仮面ライダーだと思って仮面ライダーカレーだと思って買ったのにこれ違うじゃないって言って。 えねまあ、例えばの話、えー、石の森プロにこうクレームが来た場合にあどの商品ですかってなってあこれ55ゴゴカレーさんどうなってんのこんなんうち承諾なんかしてないよみたいな形になるわけですよ。揉めるってことですよ。わかりやすく言えば。やってますよねいや逃れられないですよ。でしかもそれで揉めた場合にわかりますよね、えー、っとネーミングライツ ね、新しい金沢のスタジアムで、ゴーゴカレーさんが1年間あたり3000万円拠出してくれてんですよ。ええ。それが、要は、ツイーゲ金沢さんの、うん、行いによって、わかりますよね。あの、著しく、あの、社会信用を落とすわけですよ。ええ。これは、ゆゆしき問題ですよ。ええ。 おいそんなの言いがかりだよ言いがかりじゃないですよ。ええ。あなた方甘く見てますね世の中を。ええ極めて、ええ、これは、ええ、重大な問題ですよ。で僕から言えることがあるとしたら、ええ、今のうちにあのー、まあ石森プロはじめ円谷プロとか、ええ、あと東映さんとかテレビ朝日さんに。 えー、詫び入れた方がいいいと思います今まで知らばっくれてあなたたち活動してたけど、えー、これはさすがにもうこのままずっと知らばっくれるわけにはいかないと思いますこれ僕が指摘しなくてもいずれ誰かが指摘すると思いますていうかね僕ね何度かメールしたことあるんですよこれについての問題でねそれだけじゃないんですよ実は問題があのー、最近あのー、保育園とか保,保育園とか幼稚園を訪問して 建造や体操みたいのやってますよねあれもしあのー、石の森プロとかみからしたらちょっと待ってくれとお前らちょっと好き勝手なことやりすぎじゃないかとあれちょっと DVD 発売しようとうするコンタもちょっと匂わせてますよね逸英源さんいや冗談抜きにうん そうなんですあれもし発売したら多分本当にアウトだと思います。現像や体操で DVD 化して、まあ商品化って形になった場合に。アウトですよ。多分。え、う、え、ん。つまりね、今僕がやってることって何かっていうと、制限金沢さんを救ってるんですよ。え、う、え、ん。陰でサポートしてるわけですよ。 もし僕に対してなんかクレームみたいのがあるんだったらまあ受け付けてもいいけどまあ覚悟はできてるんだろうねっていうことはちょっと言いたいですよね、うん。いやそりゃそうですよ。うん、だって勝手にあのー、承諾もなしであんなこと勝手にやってるわけでしょ杖原金沢さんが。アウトですよやってることは。 グッズ販売してる、あのー、完全に仮面ライダーやこのメタルヒーローシリーズのーねもどきなことをやってるわけですよ。あのね例えば、あのー、各その自治体とか市長、あのー、自治体と、ね、各全国にある各自治体でゴレンジャーとかあー戦隊ものだったりとかあとうなんだっけまあこういう。 仮面ライダーもどきみたいなあこのキャラクターを作ってやってるところもあるけどあれねちゃんとねあの承諾得てんですよ営利目的じゃないですよねっていうあなたたち営利目的だから完全にアウトですようん嘘だと思ったら弁護士の先生に相談してみてくださいうん多分ほぼほぼアウトだって言うと思いますうん なんだったら今日,今日、あの、長野県の京都の先輩の、あの、北村春夫弁護士大先生に相談してみたら、多分、あんまりいい顔はしないと思います。うん。それ何年間も調ばっくれてやってるわけですから。うん。で、僕から、うん、おすすめするとしたら、もう自首してください。うん。 このまましてやあの金沢って話題今あのー、ね沸騰中ですから、うん、新しいスタジアムができて「ゴーゴーカレースタジアム」うん、っていうスタジアムで営業展開してくって、ね、あの全国に名前がもう知れ渡ってるわけですから、うん、ダメですよこんなことやっちゃううん。 そうなんですよだからいやライセンスの剥奪はどの辺から来るかっていうとさっき言った、えー、と東映とテレビ朝日で作っていたメタルヒーローシリーズなるものをやってたわけですよねその宇宙刑事ギャバンあ,あとシャリバン、えー、シャイダー,ーをこうテレビ朝日さんでやってたわけです放映されてたわけですはい。 石川さんは金沢です金沢はあどうなんですか僕ちょっとあの地域放送枠のことって分かってないですけどあのー、朝日放送系列に頼ってる他の J リーグのクラブチームはあるんですよえ、ね、おそらくテレビ朝日さんはまだこのこと知らないから。 あのー、重大な問題にはしてないかもしれないけどいず,れこいずれ耳に入るかもしれないですよ幹部の方に何か勝手なことやってるとこっちの、ね、要は朝日さんにテレビ朝日さんに承諾なしで仮面ライダーもどきのことやってたり、あのー、いわゆるメタルヒーローシリーズの、うん、もどきなことをやってるとなってまあ幹部の方が激怒した場合どうするんですかどうやって対応するんですか、うん、他の あのクラブチームであー朝日系列にあの放送枠ねダゾ打ン以外に放送枠って買ってもらってるんですよ。えあの金沢さんは僕分からないですよ。ど,どことどこにあ放送枠買ってもらってるのかっていうのは分かってないけどあの地域にの中にあるそのね例えば富士とか、えー、テレビ朝日とかあ,あとなんだ日テレとか、えー、TBS 系列。 の放送局いずれかが入ってるわけですよねそこにから、あのー、例えばの話津カナザーの放送枠って買ってもらってるわけですよ。どこと取引してるか僕分かんないけどそうなった場合大変なことになるじゃないですか津ゲンさん。でこれを重く受け止めたチェアマンは何やるかっていうとあじゃあライセンス剥奪するかと。 まあつまあ、はっきり言うとついげん1チームぐらいなくなっても別に J リーグとしては痛くも痒くもないんですよぶっちゃけた話わかりますよね他の朝日系列であの要は放送枠買ってもらえなくなるっていうと他のチームがわかりますよね営業の支障を来すわけですよええ、ね、これはかなりゆゆしき問題じゃない うん、これね多分あのツエーゲンのサポーターが「何言ってんだよこいつ言いいがかりだよふざけんなよ」って多分思ってる人いるかもしんないけどいや重大なんだよさっきも言ったようにあのー、クロックスさんはダイソーさんを泳がすだけ泳がしてすごい和解金要求してるからねわかるよねツエゲンさんにそれだけの財力ある あのね松本だってあのー、いわゆるレアンドロ・ペレイラの移籍金絡みで転げ落ちるように今ああいう位置にいるわけ。あんたたちもしあのこの4社からとんでもない金額ふっかけられたらどうすんの ?55 からスタジアム営業する前から。でしかもねあもっと問題なのはあのね スポンサーである北国新聞社や北国銀行がこれに気づかなかったよっていうことで社会的信用を落とすわけ。わかるあなたたちだけの問題じゃないのよ。つえげんさんだけの問題じゃない。北国新聞さんもそうだしなんでこんなことも気づかなかったんだよ新聞社のくせにとかね銀行さんもそうですよ。北国銀行さんもそうだしさっき言ったゴーゴーカレーさんも直接的な被害被る可能性もあるってことで。 石の森風呂からら訴えられる可能性があるってことやあなたたちの何気なくやった行動が。じゃあね、あのー、まだピンときてない人いるかもしれないから僕のね小さい時の話ちょっとしたいと思うんですけどあのメタルヒーローシリーズのちょっと思い出話の話で言うとあの僕はえっとあのシャイダーのサポート役のジョね 女性アニーとして、えー、かご活躍されてたんですけどである時あのー、今のね長野県の千曲市っていう場所の、えー、と今のゲオ千曲市ゲオ店にある、あのー、ある場所で昔は声優だったんですよそこが。でそこで、あのー、メタルヒーローショーみたいのがあったんですよ。 でもうどうしても見に行きたくてでおじいちゃんにねだって妹とお母さん母親あー伴って行ったわけですよ。兄のお姉さんに会えるともう妹もそうだったんですよ。あ兄のお姉さんに会えるんだと。ねそんな森永直美さんがこんなクソ田舎に来るわけないのに。でも信じてたんですよ。きっとあのーね 全国のちちびっこたたたにに会いい来てくれたんだなみたいなみ感じで勝手に自分にか、ね、いいように解釈してところがねいざキャラクターショー始まってみたら一向に出る気配がないんですよ。あれおかしいだってヒーローショーなのにでよくよく見たらあれ微妙に違うんですよテレビで見てるあのー、ね、うんシャイダーとかとあれこれ偽物じゃん。何これ 絶対ふざけてるって思いながら最後まで見ていやでも出てくるかもしれない出てくるかもしれないと思って最後まで見てる出てこないんですよでそれがそのキャラクターショーが終わった後に「はいはいみんなえシャイダーとうん写真撮れるよあるいはサインあげるからね」っつってお金を取るわけですよいやいやいや違う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 と俺は兄のお姉さんに兄わざわざここまで来たんだよとふざけるなこいつらと思って悔しくて あの「おい!」と「みんな騙されるな!」と「このおじさんたち絶対俺たちのこと騙そうとしてるとお金取って」って言ったらもうその主催者が僕の口を塞ぐわけですよ。「おい!」と「何言ってんだクソガキ!」っつって締め出されてで帰り悔しくておじいちゃんの車でねこう握り拳ですよ。大人ってこんなやり方するのかと。 で妹はまた兄のお姉さんに会えるかもよみたいって言ってるんだけど悠長にもうその時の悔しさ今でも忘れてなくてうんわかるでしょあの、あのー、40代半ばとか50代ぐらいの人であ森永直美さんに憧れたちびっ子たち結構いたでしょ僕もその一人だったのよ。緊張にねああいう綺麗なお姉さんいたらなとどんだけ幸せだろうなと。うん あのね、例えばあのうちの近所にもねお姉さんいたんだけどあのそんなに綺麗なお姉さんじゃなくてそれなんにもかかわらず、ね「大ちゃんおはよう」って言われても「おはよう」って言えない子だったんですよ。「おはようございます」ってもう消えるような声で。で妹は「おはようございます」とかって言うんだけどうん。何の話してたっけああそうそうそうだからそれと一緒だってことあんたたちやってることって裏切りなんですよ。 子どもの心を持てあそんでるだけなんですよ。中には仮面ライダーだと思ってる子もいるかもしれないですよ。わ、うん、かりますあの社長さんにも言いたいんだけどそんなあのー、ねあに要はその仮面ライダーもどきなことやったりとかメタルヒーローシリーズもどきなことやっても。 あのね、一時は騙されるかもしれないけど大人になった時にそれって傷がつくんですよ子供に子供に夢を与えるのが津永金沢さんのやり方なんじゃないんですかええ、うん、あのねどれぐらいのその時絶望感味わったかっていうとねまあ今ちょっと YouTube でアップされてるかどうかわかんないけど「仮面ライダーブラック」ってあるんですよ でその倉田鉄夫さんの歌声ぐらい絶望感違いました僕は「<laughs> 時をかけろ」みたいな感じであれ倉田鉄夫さんの歌聞いた時これをこの人歌やばいぞとなん、ね、で歌わせてんだろうかってちょっと思いながら、うん、あちょっと「仮面ライダーブラック」の話で言うとなんかね バイクの、なんだっけ、バブルホッパーだっけが、ライダー、ありがとうって最後、あの、朽ち果てるわけですよ。うん、まあ。全然関係ねえ話かもしんないけど。うん。そうなんですよ。もう本当にね、その時の悔しさね、いまだにもね、忘れてなくて、わ、大人たちにもてあそばれたなーっていう、 まあ僕がね勝手にもちろんあのアニメヒーロー賞アニメヒーロー賞ってまあヒーロー賞があるから森永直美さん来るんじゃないかまあ兄のお姉さん来るんじゃないかなっていう気持ちでいたんだけどねまあ裏切られたっていうかね悪い大人たちにうん同じなんですよしかもねもう一つねこれツイ金沢さんにえお伝えしておきたいことなんだけどあの「幻像イヤー体操」やってるじゃないですか。 ね、やってるけどみんなやっぱり乗れてなないんですよなんか難しい言葉を使ってるから重心低く「ゲンゲンゲン」みたいな感じで「体みたいなことあとラシ羅針盤」って言われたって羅針盤なんか分かんないですよエンジンなんかエンジンとか保育園児なんかそうでしょでみんなふりをやっぱり難しすぎて覚えられなくてみんな見てんですよきょとんと大人を。 ああ自分たちじゃうまくこの猿たちを調教したつもりかもしんないけどバカじゃないですよ園児たちはちゃんとねあなたたちのコントは見破っててねあのパルセーロでもそうなんですけどあのちゃんと僕に報告してくれるんですよあのねあのおじさん僕ねあのパルセーロっていうなんかサッカー教えてくれる人来たんだけどあ,あの人たちなんかお金取ろうとしてるでしょっていうのにいちくいち報告してくれるんですよ。 バレてんですよ自分たちじゃあ園児たちなんかどうせ猿だからバレてないかもしれないって思っててもバレてんですよ。子供ってね、あの敏感なところは敏感なですからね、アンテナ張ってんですよ、あんなとぼけた顔してても。うん、そうなんですよ。あのね、僕に対して、あのー、なんだよ、これ、言いがかりだよっていう人いるかもしんないけど、ね まあ言いがかりだよっていうふうに処理するのはいいかもしれないけど後々で大変な目に遭う可能性が高いってことですよ。そんだけ今リスキーなことを杖さんはやられててるっこことです、うんうん、これね杖源の中でもね賢い人いると思うからあこいつのおかげで救って金沢、ね、救われたかもしれないって思ってくれる人はチャンネル登録してください。であ僕に対してバッシング ねなんだよ、こんな。言いがかりじゃねえかよ。いや、やれはいいんだよと。丸パグリなんかどこだってやってるよっていう人いるかもしんないけど。いや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 、そこの問題だけじゃないですからね。うん。制限金沢だけの問題だったらともかく他に波及するってことですよ。うん。その危険性が今高いってことですよ。あなたたち。うん。やってることが。うん これ僕だけじゃなくてあのー、誰かしら気づいていやこれ絶対アウトだよねって思ってる人いると思うんでうん作ったでしょ僕津営金沢のサポーターの皆さん津営金沢作ったでしょうよ未然に危機から現像やより僕の方が役に立ってるじゃないですかはっきり言うけど うん、チャンネル登録しないんですか僕に対していやそれは理不尽だわでましてやねこういうことを言えば余計なお世話だよっていう人もいるかもしれないけどもうその瞬間に僕もスイッチ切り替わりますからねあそうですかとじゃあ地獄に落ちてもらいましょうかっていう,うにただね今僕から言えることは自首してくださいと、うん、社長さんをはじめスタッフの人たちに言いたいことはとにかく自首しろと。 うん、罪をちゃんと認めてそこからまた再スタートを切ればいいじゃないですかうんやっちゃったことはしょうがないんでうん複数盆に帰らずですよ過去,過去にやっちゃったことはもうしょうがないとねこの4社に対して例えば石の森プロや円谷プロそれから東映さんテレビ朝日さん特にテレビ朝日さんに対しては誠心誠意対応しないとまずいことになりますよ うん、そうですよ。うん。先ほども言ったようにね、あの、僕がね、小さい時にちょっと悔しい思いした。それってね、大人になっても、ちゃんと傷,傷として残るわけですよ。で、こういう人,人格ができ出来上がっちゃうわけですよ。うん。人のことは騙したっていいんだよな。とそっかそっか、というようなね。 うん考え方を持つ人間が形成されちゃうわけですよ。つえげさんは、ちびっこたちに夢を与えたいんですよね。それ、今やってることは何ですか仮面ライダーもどきなことやって夢壊してるじゃないですか。うん。石川の、石川とか、石川県の子供たちや、あの、金沢の子たちね、馬鹿にしないでくださいよ。うん。ダメですよ、そんなことやっちゃう。うん。 そうですよちゃんとあのー、ちょっと犬足っていうモチーフわかりにくいけど地道にね建造であるいはナンシーで売ってけばいいじゃないですかマスコットキャラクターでって言ってるのに何勝手に仮面ライダーもどきなものを作ってんですかあんたたち、うん、絶対ダメだと思います僕はこれはアウトだと思いますまあはっきり言いますけど、うん、でね これをね、黙ってたね、あの、税源のサポーターにもうね、罪あるんですよ。同罪ですよ。ほぼほぼ。まあ、知らばっくれてりゃいいよね、と。うち、今、まあ、営業厳しいし、ちょっとでも金、えー、落ちるんだったら、みたいな。ね。それこそ安物買いの銭失いですよ。うん。損して得取れってなってないじゃないですか。うん。なってないんですよ。 でね、あの僕のように森永直美さん好きだったっていうおっさんたちはぜひチャンネル登録よろしくお願いします。え、ね、え。水源金沢のねサポーターの中であ,ありがとうと。うん、ジャムジーのおかげで命拾いしたよって思ってくれたら嬉しいし。え、ね、え。まさか僕こんな僕に恨みなんか持たないでしょうね。水源金沢のサポーターともあろう人が知らないですよ。 僕は今んところは黙ってるつもりでいるけどこれはねあのツエゲ金沢の社長さんやスタッフの人たちが自首してくれるっていうことを信じてますから、うん、ただね僕だってねあの金沢のサポーターに伝えたいんだけどそこまで大人じゃないんであこいつら言っても分かんないやつらなんだって思ったらねあなたたちのコメント次第ですよなんだよ言いがかりだよこいつ なんでクレーメーかよっていうような心ない言葉がちょっとでも届いたらやっちゃうからね。うん、あとね僕はね何でもかんでもチャンネル登録者に返還されることが一番嬉しいわけですよ。うん、分かっていただけましたかね僕の熱い思い。うん。水泳金沢のことを救いたいんだっていう気持ち伝わったでしょね そう思った人はチャンネル登録お願いします、本当に。うん。あの、逃げないでくださいよ、ツイ金沢の社長さん,、うん。知らばっくれてちゃダメですよ。うん。いろんなスポンサー関係にご迷惑かける可能性相当高いですよ。今、リスキーなこと本当にやってますよ。あなた。うん。そうですよ。うん、知らないですよ。 これは、あのー、北信越リーグから一生懸命戦,け戦ってきた仲間としてあの忠告させてもらいましたから、うん。そんな変な解釈しないでくださいよ、本当に。つえげんのサポーターの皆さん,、うん。変な風に解釈して、なんか心ないコメント来たら、もうその瞬間に、ああ、ブチって切れる可能性もあるからね。うん、覚悟しといてよ、うん。そうなったらそうなったで。 いやでも本当にね、ライセンス剥奪される可能性高いですよ。今やってることは。うん、いろんなクラブチームに迷惑かける可能性出てくるので。うん、少なからずね、朝日放送系列に、あのー、放送枠買ってもらってるってクラブチームだって結構あると思うんですよ。冗談抜きに、うん。そういうクラブチームから賠償請求されたらどうすんですかうん そうなんですよ。大変なんですよ。ねぜひ、自、あ、首、のー、してください。はい。で、あのー、石の森プロやつぶれやプロ、それから東映さんとかテレビ朝日さんとうまく和解できることを、あのー、僕は期待しております。はい。今回は以上でございます。えー、今回いかがだったでしょうか。えー、よかったら、チャンネル登録よろしくお願いいたします。えー、ご視聴。 ありがとうございます。